様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。日本人なら子供にとっても大人にとってもゆかりの深い童謡、今回は海外のネット上でも話題になっていた童謡についてご紹介します。まずは童謡の歴史を見ていきましょう。童謡の歴史。1. 江戸時代以前。江戸時代以前の日本にとっては現代の童謡に近いものというとわらべ歌でした。かごめかごめ、あんた方どこさ、にらめっこなど子供たちが連綿と歌い継いできた遊び歌のことです。歌そのものを楽しむよりも遊びの中で歌われていました。2. 明治。明治に入ると日本の音楽教育に童謡が取り入れられました。ドイツやスコットランドなどの西洋の民謡や賛美歌を翻訳した翻訳唱歌が登場したのです。ドイツ民謡の蝶々やキリスト教の賛美歌結んで開いてがその例として挙げられます。近代音楽が西洋から紹介されるようになると西洋音楽を取り入れつつも日本独自のメロディーや歌詞を用いる唱歌が生まれました。これらの多くが日本の風景、風俗、訓話などを背景に文語体で書かれています。また道徳や情緒の教育を目的とした文部省唱歌がまとめられた音楽の教科書尋常小学唱歌にはもみじ、ふるさと、かたつむり、雪などが掲載されました。同時期に滝廉太郎は工場の月、箱根八里などを書いています。日本昔話の歌として有名な桃太郎、金太郎、浦島太郎などが誕生したのもこの頃。現在に至るまで童謡や愛唱歌として親しまれている楽曲が多く誕生したのです。 3. 大正。大正に入ると童謡という言葉は3つの意味を持つようになりました。1つ目は子どもたちが集団的に生み出して歌い継いできたわらべ歌である自然童謡や伝承童謡。2つ目は子どもたちが自ら書き上げた児童詩。3つ目は子どもたちに向けて大人たちが創作した芸術的な唱歌である創作童謡や文学童謡です。この創作童謡の先駆けとなったのは1918年に西条八十が児童雑誌赤い鳥に掲載したカナリア。子どもたちの心を綴ったこの詩は子どもたちにとって歌いやすいだけでなく自然と口ずさめるような歌となったのです。これ以降童謡を普及する運動が活発化し童謡を含んだ児童文学も多く出版されるようになりました。おぼろ月夜、浜辺の歌などがこの頃に作られた創作童謡になります。 4. 昭和。昭和初期に誕生したのは赤とんぼ、お猿のかごやなどの素朴で親しみやすい唱歌や嬉しいひな祭り、こいのぼりなどの子どもの年中行事に関連する唱歌です。一方で児童文学雑誌の人気が下がっていったため赤い鳥、金の星などの児童雑誌は廃刊になってしまいました。そして戦争への意識が次第に高まるにつれ童謡は軟弱な歌であるとの解釈をする人々が増え一般的に童謡が聞かれることが少なくなっていったのです。そのため隣組、戦争ごっこ、兵隊さんの汽車などの戦時童謡が数多く作られました。戦後にはベビーブームの影響から子どもの歌に関する関心が再び高まりました。ゾウさん、犬のおまわりさんなど現代でも定番となっている童謡が生まれたのはこの頃です。 NHK のお母さんと一緒、みんなの歌やフジテレビ系の開けポンキッキなどの
子供向け音楽番組が放送されるようになると、毎月のように新しい童謡が作られるようになりました。泳げたい焼きくん、働く車、ピンポンパン体操、山口さんちのつとむくん、団子三兄弟などは特に人気を博した童謡の一つです。中でも泳げたい焼きくんは昭和の童謡としての金字塔。日本の音楽史上最大である500万枚以上のレコード売り上げを誇っており、未だ記録が破られていません。江戸時代にはわらべ歌として、明治には学校教育の唱歌として、大正には文学的な要素を持つ童謡として受け継がれ愛されてきた童謡。時代の移り変わりとともに、さまざまな解釈へと変わっていったことがわかりますね。それでは次に、最近とある童謡が日本語版となってネット上に上がっており、世界的な反響を呼んでいるので、その楽曲をご紹介します。日本語版のキラキラ星が話題に。キラキラ星は18世紀末にフランスで流行したシャンソンが元となっており、この曲の替え歌としてイギリスの詩人が書いた詩が童謡として世界中に広まりました。日本人なら誰もが一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。またキラキラ星といえば、モーツァルトのキラキラ星変奏曲も有名ですが、この曲はキラキラ星を元にして作曲されているのです。話題になっている動画では、ひらがなとローマ字の字幕をつけて日本語版のキラキラ星を紹介しています。そして投稿者のコメントによると、歌っているのは日本人の少女とのこと。映像と日本語の歌声、2つの可愛らしさがマッチしたこの動画は瞬く間に人気となり、なんと再生回数が5000万回を突破したのです。この動画を見た海外の人々から様々な反応が寄せられていたので、一部をご紹介します。海外の反応。生まれて6ヶ月の子供にこの動画の歌声を聞かせてあげると、何をしてても動きを止めて動画に集中するんだよね。どうやらものすごく好きみたい。ペルー。3歳のメイが大好きで、この動画の大ファンになってる。ベッドに行く前に歌ってるのよ。子供たちは英語より早く日本語で歌えるようになっちゃうわね。ちなみに彼女の名前もキラっていうの。イギリス。俺なんか眠りにつく前に彼女に歌ってあげてんだぜ。オランダ。この曲も日本語も大好き。私の小さい娘が伊賀のカバマルからセーラームーンまで日本のアニメの曲を聴きながらいつも踊ってるの。そしてこの曲も彼女のバリエーションの一つ。私たちはギリシャ人だけど日本のことが大好きです。ギリシャ。うちの学校では特別授業があって、それは日本語なんだ。カタカナが未だに書けなくて大変なことになってる。マレーシア。オーマイゴッド、こんな可愛らしいキラキラ星は聞いたことがない。日本人の手にかかると何でも可愛くなってしまうね。英語で聞くよりも日本語だともっと幻想的に聞こえるよ。アメリカ。最高だよねこれ。日本語だともっと良い曲に聞こえる。フランス。キラキラ星は学芸会で発表したり、ピアニカで演奏したりと、ただ歌うだけでなく、さまざまな角度から愛されていますね。しかし、現在はアニメソングや J-POP などの方が、テレビやラジオで大きく取り上げられています。子どもの頃は身近に感じていたものの、大人になるにつれ、童謡を耳にすることも、口ずさむことも少なくなってしまったという方が多いのではないでしょうか。キラキラ星に限らず、童謡の歌詞やメロディーは
懐かしくて優しい気持ちになれるものが多いので、改めてじっくりと聞くのも良いかもしれません。さらに言語が変われば楽曲のイメージも全く変わります。海外の人々が日本語版の歌詞に可愛らしさを感じてくれたように、私たちも原曲の歌詞を聞くことで新しい解釈が生まれる可能性もありますね。またキラキラ星もそうですが、海外の楽曲をもとに日本人の作詞家や詩人が歌詞をつけた曲は意外にもたくさんあります。しかしあまり区別されておらず、日本発祥の楽曲だと思い込んでいるものも少なくないのです。次に日本でもよく知られる海外生まれの童謡をご紹介します。1. 蛍の光、スコットランド。よく日本の歌と勘違いされがちですが、実はスコットランド生まれの民謡蛍の光。原曲はオールドラングサインという楽曲で、日本語の歌詞を書いたのは蝶々の2番なども手掛けた稲垣智海です。今やこの曲を聴いた日本人の多くが卒業式や閉店時間間際のイメージを思い浮かべるのではないでしょうか。 2. カエルの歌、ドイツ。輪唱、いわゆる歌の追いかけっこといえばカエルの歌。この原曲の作詞者はアウグスト・ハインリヒ・ホフマン・フォン・ファラースレーベンです。ブンブンブン、カッコーなど誰でも知っている楽曲の作詞を担当しているのもこの人。ドイツ国内ではドイツ連邦共和国の国歌ドイツの歌の作詞者としても有名で、彼の名前が付けられた小惑星があるほどなのです。 3. 森のくまさん、アメリカ。 NHK みんなの歌でアメリカ民謡の原曲を日本語の歌詞にアレンジしたことで有名になりました。日本語版はお嬢さんが落としたイヤリングを優しいクマさんが拾ってくれて、二人で一緒に歌うというとても平和で幸せな歌です。しかしアメリカの原曲はクマが銃を持っていないなら逃げろと人間に警告するというとても物騒な歌詞となっていて、イメージが全く異なっています。 4. 野バラ、ドイツ。わらべは見たり、野中のバラの歌い出しはよく知られていることでしょう。原曲の歌詞を書いたのはドイツの詩人ゲーテ。この歌詞に多くの作曲家がメロディーをつけたため、150曲以上の野バラが存在しています。日本でメジャーとなっているメロディーはシューベルトが手掛けたものです。 5. 大牧場は緑、チェコスロバキア。老若男女に人気な童謡の一つですが、こちらも日本で生まれた楽曲ではなく、チェコスロバキア民謡が原曲となっています。日本語の歌詞を書いたのは中田宇吾という牧師。NHK みんなの歌の第1回目で放送された曲としても有名です。 6. 霞か雲か、ドイツ。1883年に小学唱歌集に掲載された霞か雲かの原曲はドイツ民謡の春の訪れ。当時日本語の歌詞を手掛けたのは加藤立夫ですが、戦後になってから勝義夫という詩人が歌詞を改作しました。また同じ原曲に対して大和田武樹が歌詞を書いた曲もあり、そちらは小鳥の歌というタイトルで発表されています。 7. 羽生の宿、イギリス。イギリスの作曲家ビショップが書いた楽しき我が家を原曲としているのが1889年に中東唱歌集に掲載された羽生の宿。日本語の歌詞を手掛けたのは引導休憩です。彼はアメリカの作曲家オードベイの
Dreaming of Home and Mother に歌詞をつけた旅集という童謡も発表しています。まとめ。日本で生まれていたと思っていた楽曲が実は外国が発祥だと知り驚いた方も多いのではないでしょうか。発祥の国を知ってから改めて聞いてみたり原曲の歴史や意味を調べてみると日本語版の印象と大きく異なるものが多いと思います。言語や言葉がもたらす印象にはとても大きな差があることが感じられますね。童謡は世代を超えて老若男女問わず一緒に楽しめるのがとても素敵なところです。特に子供向けに作られた童謡は非常に歌詞が簡単で覚えやすいので幼い頃からご家族で楽しめる遊びの一つとなるでしょう。これらの素晴らしい楽曲は家族の絆を深めるのにきっと役立ってくれます。ぜひご家庭で手遊びや振り付けを交えて歌ってみてください。子供にとっても大人にとっても癒しのひとときを得られるはずです。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。